備前片岡駅は、岡山県岡山市南区、片岡座川西にある、西日本旅客鉄道宇野線の駅である。駅番号は、JRL10、岡山市南区長崎地区の中心駅である。構内配線図 A、茶屋町 B、宇野相対式ホーム2面2線を有し、交換設備を備えた、地上駅。小島駅管理の無人駅で、駅舎はなく、 直接ホームに入る形である。出入口は、下りホームの中央付近と、上りホームの宇野寄りにそれぞれ存在する。互いのホームは、立橋で結ばれている。上下線ホームそれぞれに、待合所があり、上りホーム待合所内には、近距離ギップの販売、交通系、IC カードチャージ機能のついた、自動券売機が設置されている。 二番線側が一線スルーの線路配置であり、安全側線を有する。そのため、昔は通過列車の関係で、発着番線がまちまちであったが、現在は上下線別になっている。現在は普通電車のみの運転となっているが、右行連絡線が現役だった頃には、優等列車や四国への貨物列車が運転されていた、名残で行き違いの線路有効長が長い。 また、下り線側が一線スルーの線路配置になっており、行き違いや、通過列車待ち合わせのために1.2番線の両側方向に出発信号機がある。貨物扱いをしていた名残の跡地も上りホーム、岡山側に残っている。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。路線バスは、備前片岡駅前を走っていない。ありがとうございます。